口チャンネル。この放送は住まい探しはアットホーム、フォーエバーファースターフーマ、明日をもっとおいしく明治、富士ゼロックス、ヒューマンケミストリーヒューマンソリューションズテイジン、トヨタの提供でお送りします。勝てば9年ぶり4回目の優勝西武大高校か、あるいは勝てば2年ぶり3回目の優勝昌平高校か。98回を迎えました全国高等学校サッカー選手権大会、埼玉県大会は今日が決勝です。この決勝戦は解説が県高体連サッカー専門部技術部長の大森健二さん、そしてゲスト解説には大宮アルディージャ OB の渡辺大吾さん、リポーター冬舞子、実況上野でお伝えしてまいります。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして選手が今それぞれのポジションに散っていきました。この緑のユニフォームが昌平高校です。黄色と青が西武大高校、共に苦しいゲームを勝ちながらこの決勝まで駒を進めてまいりました。非常にお天気のいい今日の埼玉スタジアム2002。さあ、前半40分の今笛が鳴りました。左エンド西武団、右エンド昌平高校です。まず大きく蹴り出しをして右サイド、さあボールを取りに行きますが、フォワードワントップ西岡行きました。そしてここからクリアボールになります。さあ、この試合なんですが、マッチコミッショナーは高田裕二さん、そしてウェルフェアオフィサーは宮崎雅之さんです。さあ、今度はボールを持った首藤です。7番の首藤俊が行きました。そしてオーバーラップをして10番の須藤直樹が行きますが、ここはまたボールをカットした西武大高校です。ここは激しい攻防。さあ、まずこの立ち上がりどっちが主導権を握るか。10番の池田からボールが出ました。左サイド攻めていきます。西武大高校、もちろん攻めのサッカーが西武大の特徴でもあります。13番大野と言いました。ここはクリアです。14番の小川雄介、そして13番大野田俊横へ出します。ここからもう1回縦に行って、そしてここでシュートを狙っていった。10番の池田和佐之助、待つシュートを放ったのは西武大高校です。さあ、大森さん、はい、立ち合いから非常に激しい攻防になっています。そうですね、まだ試合開始早々なんですけれども、今ここまで受けた感じでは西武大の選手はボールの球離れが非常に今日早いというのを心がけている気がしますね。はい、だからこの3年生がもちろん中心になるこの大会ですが、須藤小美という2人はこれ大西さん2年生ですからね。はい、そうですね、しかもこのチームの今核となっている選手ですよね。本当です、はい、小美に至っては7点を取っています。さあ、ここはまたチャンスになった。横へ出した。須藤が待っている。そして首藤もいる。首藤が狙っていったシュートになりました。そしてキーパー伊佐山恵西がボールを取りました。180センチ、やはり2年生のキーパーです。非常に状況判断のいいキーパーですが、関東トレセンアンダー17。まあ、ただ高校サッカーといえば渡辺さん、はい、やっぱり語らなきゃいけないですよね。国見高校で1年生で優勝、はい、2年生で優勝で3年生で準優勝ですか、はい、すごいことですよね。後で思ったんですけれども、まあ、すごいことを成し遂げたんだなというふうには感じますが、はい、まあ、ただ3年生の時には優勝できずに準優勝で終わった悔しさもありますし、すごくそこまでいけたのは自分たちではだけではなくて、まあ、たくさんの仲間だったり応援してくれる方々のサポートがあってからこそだなというふうにすごくやっぱり感じますね。西武大ですが、ご覧のようにキーパーは伊佐山入ります。そしてディフェンダー右から森下、原田、関内、佐野、佐野キャプテンです。そして中盤には村田、池田、今田というプロ他のつく3人なんですが、まあ、やはり中心は10番の池田、ここからボールが出ますが、このボランチの村田、今田も非常に守備をします。そして大野田、右左の寺川で、ワントップに西岡を置いています。機械には高橋、村田光平、大川、岡本、蓮沼、栗田、岩田が今日もスタメンではなく、この控えからのスタートになります。酒井、市川、そういった選手が入りますが、その他には丸山、そして本田という選手が入っています。細田ですね、細田が入っています。まあ、細田も途中出てくる選手になります。
さあそして昌平高校です。ボールを回していきます。その昌平高校ですがゴールキーパーが1番の牧野瀬です。そしてディフェンダー右から柳田、西澤、そして柳沢、大竹です。そして、ボランチには6番の柴と14番の小川です。でトップ下には須藤を置いて左に首藤、そして8番の鎌田が右サイドで、トップに小見を置きます。11番です。松葉、高橋、大平、小野寺、そして二宮、大和、も今日は途中からということになりそうです。井野、村方、渡辺、そして篠田、山内、これが控えの選手になります。まあ、この大会はもちろん3年生中心なんですが、やはりここ一番で2年生という力も大きな力を発揮してくれる昌平高校です。前半も10分が回って11分になろうという時間帯ですが、まだ0対0という両チーム激しい攻防ですが、さあ下はどうでしょうか。リポーターは久米舞子リポーターです。久米さん、はい、まずですね、最初にエスコートキッズの話がありましたが、退場する子どもたちがうわーストーだーという声を、出していて、スター性を感じましたね。でその昌平高校の藤島監督のコメントから紹介したいんですけれども、両監督とも去年の決勝が原動力になっています。はい、左サイド大竹がありました。大竹、そしてカットボールが出てしまったかなということでキックに変わりますが、ペイさん、はい、予選の決勝で負けるのが一番辛いんだと、最下の借りは最下でしか返せない、初めてですね決勝で浦和勢の効率以外と対戦しますけれども、やり残したことはないと自信を持って選手たちを送り出していました。確かに去年を考えたら大森さん、はい、先制したんですよね。そうですね。で浦和南に逆転をされて負けたわけですよね、はいはい、確かにその悔しさはあるはずです。まあ、それを話すにはこの決勝の舞台、まあ、相手は違いますが、ここしかありません。そこへまあやっぱり1回戦からなんですが、しっかり厳しいゲームあったんですが勝ってきましたよね。そうですね、ご覧になっていただくと分かりますけれども、全てが強豪と言われるチームばかり倒してきましたので、はいはい、力があるなというのはそれで伺いますね。で今映ったのは森谷監督ですが、久米さん、はい、森谷監督はですね去年全国に出場しました浦和南の野崎監督に一学年の違いですけれども刺激を受けているようです。はい、寮も体育コースもなく、またその中で強くしたりですとか、それからゴールキーパーが取りました。うん、今のキックの精度も高いですし、大森さん、はい、なかなかいいキックでしたが、そうなんですね、はいはい、キーパーの牧野瀬君の身長がややこう低いということもあります。175センチですね、はい、やはりちょっとこう空中戦を望もうかというようなキックだったと思いますね。まあ、しかし牧野さんはしっかりこのボールを取っています。まあ、基本的にこの昌平高校もゴールキーパーは緑川を含めてですが、いいですもんね。はい、そうですね、歴代こうあまり高身長のキーパーではないんですが、はい、非常にこう基本的な技術というのはしっかりした選手が多いですね。さあそしてペンさん途中でしたね。はい、強化や人工芝の整備など教えることだけではなく、いろんなことをまだまだ頑張らないといけないなと刺激をもらったようです。はい、今日はつまらないミスで失点はしたくないと話していました。まあ、このクラスになると大森さん、ちょっとしたミスがね、そうですね、失点ですもんね。はい、さあここは小見がプレスをかけていきます。ただこの決勝の舞台、まあ、全国の舞台を3年連続経験した渡辺さんですが、はい、やっぱり緊張感全然違うし、ただそこまで勝ってきたという自信というのは当然あるわけですよね。そうですね、まあ、自信もあると思いますし、はい、本当、まあ、ここで勝つか負けるかでまた全国に行けるかどうか、はい、3年間の集大成ですので、まあ、先週の気持ちとしてはやっぱり悔いのないように出し切るっていうところに尽きるのかなっていうふうに思いますね。チャンスだった、狙っていくシュートになりました。ここはですからまず今打ったのは10番池田なんですが、大森さん、はい、2番の佐野が頑張りましたね、左サイドね。そうなんですね、意外に皆さんの目には地味に見える選手なのかもしれないんですが、はい、忠実に堅実に守ってからの攻撃参加というのは非常に彼効いたプレーなんですね。そうですよね、はい、結構話すタイプでしたか。僕はあんまり話す方ではなかったと思うんですけれども、ただ自分も熱くなるタイプだったので。あ、なるほど、はい、小見が行きます。ここは溜めて、そして鎌田が行く、鎌田が行く、まだ持つ、粘る、そして小見が求めている。さあ鎌田がどこへ出すか、しっかり今佐野がマークに行っています。佐野がマークに行っています。鎌田かわした、ここはクリアです。まだあります、ボールが行っています。コビがいる、キーパー行く、こぼれた、コビが狙うか、とクリア。ここは波状攻撃を抜けます。そして大竹からクロスが1本入った。
クリアボール、今度は池田がボールを持ちます。さあここはチャンスにしたいんですが、ちょっと芝のファウルになりました。6番の芝が行っています。西武台としてはちょっとピンチのような風に見えたんですけども、はい、左サイドバックの佐野君が非常にこう、いい対応でですね、はい、まあ、仲間が戻る時間も与えてくれましたし、はい、いい守備したと思いますね。いやだからここまでの西武台というのは3回戦からなんですが、浦和西に3対0でした。ここは完封で勝ちました。で準々決勝は西武文理に、まあ、1点を先行されたんですが、2対1で逆転で勝って、そして、次の準決勝、準決勝では国際学院に2対1で勝って、そして、まあ、今日の決勝戦ということになりますが、まあ、3試合で失点が2というところで、まあ、得点が7ということですよね、はい。まあ、ただ今日の試合ここまでですね、約20分見た限りでは、まあこの準決までよりは非常に西武らしいらしい試合展開ができているというふうに思います。はい、その仙台高校の応援です。この、まあ、光っているグリーンですが、まあ、蛍光、まあ、グリーンといいましょうか、目に非常に鮮やかに入っていきます。森谷監督は高校は帝京高校です。ちょうどあの55回大会から57回まで出ています。まあ、帝京が優勝したのは2年生の時、56回大会でした。まあ、あの時は大森さん、浦和南が強かったですよね。はい、そうですね、はい、残念ながら負けてしまったんですけれども、はい、あの時はだから、まあ、53回から言えば帝京、浦和南、浦和南、帝京、その後古賀一が来ていて帝京で、古賀一が来てブランとすぐに、はい、優勝チームは ね、はい、ね、これが全国の優勝チームでした。まあ、それと浦和南に関してはやはり森谷監督の一つ上になりますかね、野崎監督がね、本当に優勝3位だった年ですよね。そうですね、はい、現JFA の会長の田島会長先生を、はいはいはい、3年生擁しまして、はい、そこからの、まあ、2連覇と、まあ、準優勝、あ、ごめんなさい、3位と言いましたね。だから、まあ、渡辺さんの、まあ、その優勝準優勝も大勲章ですから、はい、何個もやっぱ強かったですもんね。そうですね、はい、古い話とはありますけども、はい、非常に浦和のチームが強い時代っていうのがありましたね。ただその松本行司監督もね、今年9月でしたよね、はい、お亡くなりってちょっと残念だなという、ね、気がしたんですが、そうですね、また一つこう時代が変わるのかなという、はい、そんな印象もあります。はい、まあ、一方の藤島監督も、まあ、まだまだ若い39歳という監督なんですが、いろんなやはりこう引き出しを持っている監督です。習志野高校の出身です。田畑圭司と同級生ですからね。そうですね、はい、まあ、それと千葉の、まあ、国体選抜でも、まあ、優勝したチームだったんですが、ボランチとして大活躍をしています。首藤が持ちました。そして首藤が、大森さん、はい、準々決勝からですよね、あの、はい、スタメンで起用されて、さすがっていうのを見せますよね。そうですね、彼がこうスタメンではないというのはやはり選手層の厚さを非常に感じますよね。はい、まあ、それまでは途中出てきて流れを随分変えてましたもんね。そうですね、はい、だから首藤と大和ですよね、この2人が随分流れを変えてきました。はい、さあ首藤が持った、そして大竹のシュート、大竹です。そうですね、イメージを共有してますよね。あそこでワンタッチのシュートだというイメージも、はい、共有してますし、非常にいい攻撃だったと思いますね。上野さん、はい、今シュートを打った大竹選手ですが、実は西武大高校との相性が抜群だと自分で話しているんですが、はい、新人戦で2点、S1 リーグで1点決めているので今日も決めますと、はい、決めたらポーズもしますと、それはまだ教えてくれませんが、考えているようです。はい、まあ、その新人大会は2月だったんですが、準決勝で、まあ、6対0で翔平が勝ちました。で S1 リーグが7月の21日、そのインターハイに出る前の週なんですが、世代が、まあ、3対2で敗れた、翔平が勝った3点だったんですが、まあ、PK の2点でした。だ PK で、まあ、3点が入って笛が鳴ったという3対2の勝ちでした。ただ、まあ、寺川が2点を取ったということで、藤島監督はやはり寺川要注意だなという話もしていました。まあ、それと藤島監督も、まあ、サッカーチームを作るのにやはり、まあ、システマティックは必要だけど、まあ、こだわりすぎてもダメなんで、まあ、その辺のこう判断力なんですよねという話をしていました。ですから今日に関しても全体像を見ながらやはりこう戦っていきたい、攻守をやっていきたいなという話をしていました。
確かに渡辺さん、はい、自分たちのベーシックな部分はしっかり作り上げて、はい、ただ相手がいるわけですよね、はい、そうすると、まあ、合わせるわけじゃないんですが、やっぱりそのサッカーも必要になりますよね。そうですね、先ほどスカウティングっていう話が出たと思うんですけれども、はいはい、自分たちのスタイルを確立するっていう部分 もちろん大事ですし、ただそれだけではなくて、やはり相手のストロングを抑えつつ、はい、ウィークをついていくっていうところは、今のおーっとっとっと危なかった危なかったという翔平高校12番の柳田幸喜です。藤島監督はこれで開けばなという話をしてました、はい、まあ、それだけ押し込んでいるという、ゲーム展開だというのはお分かりになると思いますね、はい、それとシュートを打たせてないですよね、この翔平高校は、はい、今年は本当に守備がですね硬かったなと、はい、私も無難戦を見ていたんですけれども、ボールを握られる時もあるんですが、はい、決してシュートは打たせない守備っていうのがディフェンスの中でできていると思いますね、で勝機不快にはこれ5対0でしたね、はい、ちょっと我々の想像を覆すような内容になってしまいました。小見が4点取りましたもんね。そうです、はい、で聖望学園には2対0で勝って今日の決勝進出、この翔平高校です。さあここは大竹から一旦落としてきました。7番の首藤です。首藤俊、この辺はゆっくりボールを見ていきます。そして4番の柳沢直成です。長いボール大竹を狙っていきます。大竹、ここは6番の森下蓮です。ストーがいった、ストーがいった、ストーが持つ、ストーが持つ、ここで持つなと打っていきました。いやしかしやっぱりゴールが目の前にあると渡辺さん、はい、狙うってのは必要ですもんね。そうですね、もうボックスの中なので、はい、やっぱりシュートを打たないといけないですし、ただ今のドリブルも右足でシュートを打つためのドリブルの仕方、あえてマイナス方向にボールを運んでシュートを打ったので、はい、まあ、やっぱその辺はすごくセンスを感じますね。なるほどね、非常に工夫してますよね。なるほど、シュートを決まった。最後は2番の宇佐が育てる。前半の27分です。1点が入りました、翔平高校。密集した中でしたが、やっぱりこの大竹のキックですね。そうですね、彼は本当に非常に速い曲がるボールを蹴るのが得意ですし、はい、もともとはフォワードの選手のものですから、非常にパンチ力になるキックを持ってるんですね、はい、渡辺さん、はい、当然これディフェンスも来てましたよね、はい、でもしっかり頭に合わせました。そうですね、戻りながらのヘディングでしたけれども、すごくうまく流し込みましたし、翔平高校が狙いとしてたプレーがまさに出たシーンなんじゃないかなと思います、しかしここは今度はシュート、ーっと西岡健二、いやビッグチャンスでしたね。決めたいですね。そうですね、失点の直後の同点というのは逆に勢いを増しますので、得点したかったところですね。キックがまた良かった、トラップも良かった、あとは決めるだけだったんですがね、振り向きざまにシュート、まあ、田辺さん、はい、まあ、見かける光景であるんですが、どうすれば枠の中行ったでしょうかね、はい、いやちょっと焦ったと思うんですよね、はい、やっぱりチャンス来たっていう風に感じたと思うので、やっぱりその分だけ振りが速くなってしまってボールを捉えられなかったなっていうシーンだと思いますね、はい、小さい頃は柔道をやっていた、それからピアノもやっていたそうでね、はい、でサッカーもやっていた、はい、ただサッカーがやっぱり手放すことはできなかったという話をしていました。そうですね、非常にこうインテリジェンスが豊かな選手だと思うんですよね、テクニックもあるんですが、怪我をしていた時につくづく感じたのはつまらない日常がやってきたんだという話をしていましたからね、それでやっぱり自分はサッカーが好きなんだなと思ったそうですが、その指導がボールを持っています。大竹が行きました。大竹からクロスが1本、シュート、ここはよく出しました関内です。4番の関内開始、さあまだあります、首藤に預けます。そして首藤が持って、ここは小見の頭に当たりましたが、もう一回首藤が持ちます。あの辺の動きも渡辺さん、はい、1回で終わらずに次また向かいますよね。そうですね、プレーの連続性っていう部分ではすごく良かったと思いますし、まあ、その始まったきっかけが、自陣での首藤選手からのドリブルからスタートをしていると思うので、はい、やっぱりスモールフィールドでサッカーするっていう翔平高校の特徴が出たプレーでしたね。あとはまあ決めるだけだったと思いますけれども、はい、最後はよくディフェンス、4番の関口君ですか、はい、ね、はい、体に当てたと思います、はい、まあ、それ言ったら渡辺さん、3兄弟ですが、渡辺さんもみんなサッカーですからね、はい、
そうですね、僕たちは最初多分庭で野球してたと思うんですけれどもそう、おっとチャンスが、シトがいた、そして飛びのシュートはフラッグが上がっています。オフサイドになりました。野球ですか。はい、まあ、それがいつの間にかあのサッカーボールに変わってまして、まあ、その影響で弟2人も、はい、あのサッカーの方に流れていったなっていう感じでした。代表のカズマ選手ですからね。はい、カズマ選手が1年生で渡辺さん、大吾さんが3年生。はい、そうでしたね。だから同じところでプレーして優勝してるわけですよね。結局あのプミー高校ですよね。はい、そうですね、2000年ですもんね。はい、カズマの方が弟ですので、はい、ですよね、1年生で、はい、で大吾さんが3年生ですよね。はい、僕の時は、はい、準優勝でした。準優勝、はい、そうか、3年生になって、そうですね、はい、優勝、優勝、準優勝ですね。はい、でその後にまたカズマ選手は優勝してるんですよね。そうですね、うんうん、僕の次の年、カズマが2年生の時に、はい、優勝してます ね、 すね、はい、ただ選手権だけ見てそうなんですが、実はインターハイ等も2000年優勝ですよね。そうですね、2002年が準優勝ですよね。はい、高円宮カップアンダー18が2002年に優勝しています。ですからやっぱり兄弟でやっぱり優勝をずっとしているという雰囲気なんですが。そうですね、まあ、あの一番最初にも言いましたけれども、やっぱり、はい、ここはキーパーっとこうしているな、そのまま出てフラッグが上がっていました。はい、あの周りのチームメイトだったり、まあ、そういうこういい時代に、あの恵まれたなっていうふうに思います。いろんな人やっぱりサポートがあるわけですよね。そういった意味でこう感謝をしながらの優勝でしょうね。はい、まあ、今日もそうですけれども、はい、ピッチに立てない選手もあのスタンドで応援してくれてたり、まあ、マネージャーの仕事をしてくれたり、いろんなサポートを陰でしてくれてるので、はい、まあ、そういった選手の思いも背負ってあのピッチに立つっていうところは意識してやってましたね。ですね、書かないとちょっとこう気持ち悪いなっていう部分があったので、まあ、書くことによって、まあ、反省もできますし、まあ、それが次にどうやって活かせばいいのかっていうところは、うん、まあ、考えながらやってました、ね。はい、あの時なんだっけなじゃダメですもんね。パッとノートをめくれるようになるのね。なんとここはファールがありましたか。うん、5番の今田剛ですよね。まあ、でもその前にしとくすごくいい突破を見せましたね。あれを止めなければ、まあ、シュートまで行かれた可能性ありますね。決してあのイエローカードがいいというわけじゃありませんけども、あの致し方ない、プレーだったかなというふうに思いますね。今田剛も守備としては非常に貢献するし、いい選手ですからね。そうですね、はい、中盤の守備の要だと思いますね。はい、さあここはまたチャンス、もう時間のないところですから、ここはセンターがしっかり守らないといけません。大竹がボールを蹴ります。非常にこう速いボールを入れてくると思いますね。そうですか、大竹流星左足スローボールがいった、ファーから飛び込んでいくが、ここがクリアボールになりました。今もクリアしたのは仙台高校ですが、そして今笛が鳴りました。前半を終了しています。27分でした。西澤サダテルが、まあ、点を取ったというこの昌平高校。大森さん、あっという間のなんか前半でしたね。はい、そうですね、あの、もう40分かというような、はい、目まぐるしい戦いでしたね。高校生45分でもいいんじゃないかと思うくらいの感じだったんですけどね。はい、さあこの決勝戦なんですが、解説には県高体連サッカー専門部技術部長の大森健二さん、そして、ゲスト解説には大宮アルディージャの OB です。そしてまた国見高校では、全国優勝2度、そして準優勝も1度という、渡辺大吾さんに来ていただいております。大森さん、はい、やっぱり決勝戦らしいそうですね、はい、1点という最初得点が動きまして、はいはい、これからどのような後半を戦うのかというのは両チームとも、非常に見どころだと思いますね。まあ、戦前の予想というのは、まあ、いろんな形でこう皆さん占ってくれるんですが、やはり翔平かなという話があったんですが、はい、ただやっぱりこの立ち上がり森谷監督もでも何をやってくるかなという話もありました。はい、非常にこう攻めの形ができてますよね。そうですね、あとですね、翔平高校の攻撃に臆することなくですね、はい、結構前線から非常にいい守備をしておりますので、まだまだこのチーム、この戦いがですね、拮抗した戦い続くと思いますね。うん、はい、さあそしてスタッツの方ですが、ご紹介をしておきましょう。まあ、スタンドもバックスタンド埋まっています。ご覧のようにシュートの数が翔平が6でした。西武大が3です。
で、枠の中がセーブではこれなかったんですね。カッコの中です。でフリーキック、コーナーキック、オフサイドが1本です。でイエローカードがまあ1枚ということで出ているセーブ台ですが、今田が1枚もらってしまいました。で得点が1対0という前半の27分という翔平の1点リードなんですが、渡辺さんどんな印象を持ちましたか。いや、お互いに、いい部分はすごく出てたと思いますし、はい、西武台の方は枠内シュートゼロなんですけれども、決定的なシュートを2本打ててると思うんで、まあ本当に、まあ、もちろん後半が勝負なんですけれども、はい、お互いにチャンスはあるので、後半もすごく非常に楽しみなゲームになると思います、やっぱり大森さん、決勝戦はこうでないとなというようなゲームになってますもんね。そうですね、はい、非常に1点を争う好ゲームになっていると思いますね、はい。でやっぱり森谷監督、藤島監督、いろんなこうノウハウを持っている監督お二人ですよね。それの再編というのはやっぱり後半に入ると選手交代というのも一つありますからね。そうですね、まず選手のカードを切って、流れを変えるとか、あとこの1試合のプランニングですね、はいはい、後半、いい流れかもしれませんが、変えようというプランで、より一層変えるという策はあるかもしれませんね、はい。その辺も楽しみにしたいと思います。決勝戦は西武台と翔平の一戦です。翔平が今1点をリードしています。なります。さあ後半のスタートです。翔平高校のキックオフです。左エンドが翔平高校、そして右エンドが西武台高校です。1点を追うのが西武台です。1点のビハインド。さあ12番の柳田がボールを出しました。まあ、この選手の中で非常にこうそれぞれがスピードを持っていますが、走らせて速いのがこの柳田だという話です。そうですね、西武台は前半と変わらず前からという感じですね、はいはい、一方 の翔平は奪ってはシンプルに前を目指すというような流れ、まあ、前半の最初と同じ入りだと思いますね、はい、でストーからコビー、コビーがボールを持ちました。さあコビーは当然狙っていくでしょう。狙ってシュートになった、ね、とコースを狙ったシュートで非常にいいシュートでしたね、これがホットラインですよね、はい。やっぱりストーが持ったときはイメージ的にはこの小見がどこにいるというのは入っているわけですもんね。そうですね、上野さん、はい、ハーフタイム後の監督のコメントです、まず西武台の森谷監督です。5合目まで登ってきたんだと話しています。相手を見られる距離になった、はい、前半はよくやったから失点は忘れて、ここから離されないようにしっかりとしがみついて頂点をいただきを目指そうということでした。はい、ということは、まあ、レイチは大森さん想定はないでしょうからね。そうですね、はい、だから、またここから自信を持って食らいついていけばチャンスですけど、そのチャンスに決めるかどうかということになりますよ ね、 すね、はい、藤島監督どうでしょうかね。はい、守備に関しては背後への動き出しのケアとセカンドボールの対応、はい、攻撃に関しては崩しの部分ですね、小見選手がしっかり裏を取る動きを繰り返すと中盤が空くので質にこだわっていこうという話でした。はい、やはり小見の動きが一つのポイントになりそうな、そんなこのリポートなんですが、鎌田が持ちました。ここから狭いところですが、須藤からもう一回鎌田とフラッグが上がりました。オフサイドになります。でも藤島監督、そしてその後方が森谷監督です。帝京高校から国士舘大学になります。まあ、帝京高校時代は一つ下に川添浩一さん、あるいは名取さんがいるという、頃の帝京も大森さん、そうですね、スターがいましたよね、はい。まあ、私のイメージはちょっとダントツの全国優勝を果たしたようなイメージが残ってるんですけども、はい、まあ、もちろん藤島監督もその選手権に関しては実は1回だけなんですよという話をしていた藤島監督なんですが、まあ、3年生の時にこれも1回戦で負けました。でも選抜に選ばれているんですよね。そうですね、高校選抜のメンバーに選ばれた、はい、そういう、ね、はい、実績持ってますね、あの時はやっぱり本当に千葉は強かったですと、千葉国際優勝してますよね。そうです、はい、15人のメンバーの11人が J リーガーなんですね、はい、そりゃ勝ちますねという話だったんですけど ね、はい、森下、浅野もあるんですが、まあ、この両者に関してはサイド結構上がってくるタイプです。いや、だからこれまでの招致深谷にしてもそうでしたが、攻めるという話の中でどうしてもこう込みを警戒して、それが結局失点につながるというケースもありました、はい、で翔平と対戦のとここは鎌田、鎌田から飛びを狙っていった。
渡辺さん、一連の動きどうでしょうか。いや今のは須藤選手ドリブルで試したんですけれども、左サイドに出すと見せかけて、海選手がダイアゴナルに走ったところに外から鎌田選手が走ってきて、まあ、そのパスに対してまたダイレクトでスペースに流し込むっていう一連の流れはすごくイメージの共有としてレベル高かったと思いますね。イメージの共有、上野さん、先ほどありました西武大の関口選手なんですが、監督がもうセンターバックになってほしいとずっと熱望して今年から始めました。で、足が速いっていうのを体育の授業で見たことと、あとは長男だから責任取ってくれそうという理由で、それを望んでいたそうです。一発で蹴って寺川選手を走らせたいと話していました。まあ、その関口は大宮さん、大宮ディジャジュニアユースですよね。はい、そうですね。首藤がそうですし、首藤もそうですよね。はい、そうですね。はい、ですので、クラブの時にですね、一緒にやった仲間が適当にいるということで、ね、はい。はい、群れでトラップ、そしてここからボールを出しますがカットした。この辺をどうするかなんですが、2番の佐野が上がっていきます。佐野も上がっていきますが、寺川と佐野のこのコンビネーション。池田から寺川、寺川ターンをしてそして落としていく。ここで大森さん、一人足りませんか。そうですね、あの辺のプレーがひょっとして渡辺さん、やっぱりこうイメージの共有でこう来たらこうだという部分で一枚足りなかったわけですかね。そうですね、あとはやっぱりスペースが狭いので、もちろんアタック側はすごくプレーの選択としては難しいとは思うんですけれども、やっぱりゴール前はお互いに固めてくるので、まあ、そこをいかにどうやって崩すかっていうところですね。鎌田、鎌田博夢です。大きな夢と書きます。そしてパスが1本取って落としてシュート。おーっとっと、入ったか入ってないか。入ったんですか。入りましたね。最後は須藤です。須藤直樹が入れました。2点目。キーパーの伊佐山西としてはちょっと悔いの残るプレーかも分かりませんね。手には触りましたけれどね、嬉しそうな笑顔です。2点目が入りました。上野さん、須藤選手こうやって点を決めると必ずスタンドのところに行くんですね。そうやってスタンドと選手の一体感が増しているのが強みだと応援団が話していました。そうですか。まあ、とにかく全てを兼ね備えた選手といっても過言ではありません。2年生168センチの須藤です。まあ、でも可愛い顔してますが、リンゴが好きなんですよね。上野さん、それでですね、準々決勝が込みで、準決勝が首藤デーだったので今日は自分がと話していました、ね、そうですか。していく、それにプラスアルファで力をっていう部分だと思います。コーナークランとリアボール、まだあります。どうだ、狙っていく、シュートになる。もう一回打てるか、シュート、おーっと入ってないか。そしてキーパー最後取りました、牧野生。最後関口も飛んだんですがよく防いだ総平高校。こういうところは西武大としては大森さん、1点入ってるかなと思ったんですが。そうですね、ただ翔平の守備もですね、牧野瀬君が前にこう勇気を持って出る、その代わりにゴールカバーを非常にディフェンダーを守るっていう、そういうシーンでしたね。で、まあ、山といいますか、読みというのは必要だと思うんですね。ただむやみに闇を山を張るなということだと思いますね。ですよね。上野さん、そういった意味では伊佐山選手はですね、ここはチャンスがシュートになったか、こぼしているが詰めていく。関口よく守りました。これも1点ですよね。そうですね、今小見くんのコース取りですか、もうキーパーの裏へ抜けるであろう、まあ、抜けてくれというようなストライカーならではの動きでしたね。たくさん来てるんですか。はい、キャプテンの2年前の石井裕樹さん、山下裕樹さん、アルディージャに行った佐藤さんも、もうすぐ来る予定ですね。あと塩直人さんとかも来ています。やはり2年前この場所で立ったのがとても楽しかったようで、楽しんだものが勝ちにつながるということです、この場所で戦えるのは埼玉でも2校しかないんだから、この喜びをかみしめてほしいと話していました、その石井裕樹さんも、まあ、ただ終わってみたら、あの全国大会ももう少し高い景色を見たかったなという、そんな印象を漏らしていました。ただ、まあ、終わって負けた後、みんなとやるサッカーが本当に俺は好きだったということで、まあ、チームを引っ張ってきた、そんな選手でした。
佐藤がトップ、その下に山下がいました。で守備が左、右に高見というこういったメンバーですけど、森友がいました。さあストーが持っていった、ストーが持っていった、ストーが持っていく、とあそこでボール出てないんですよね。そうですね。そして折り返して結局はオウンゴールになりました。はい、ああいうふうにボックス内にこう入っていってですね、もうもはやチャンスはないのかと思ったところからの、まあクロスなりシュートなりとストーク本当によく、あるんですね。これ渡辺さん、はい、ディフェンダーもびっくりしますよね。彼のプレーを見てて特徴的だなって思うのは、相手のディフェンスが寄ってきたところの最後 の、ギリギリのところで足だけじゃなくて体をすっと入れるんですよね。で体を入れることによってボールを隠しながら、はい、ドリブルで当たられながらも進んでいくっていうプレーが多いと思うんですけれども、本当最後ライン出るギリギリのところでそのプレーを選択して、なおかつ折り返したことによって、はい、まあ、ディフェンスはどこからボール出てきたのかちょっと一瞬分からなかったと思うんで、まあ、それが今のゴールにつながったんじゃないかなっていうのを思いますね。ディフェンダーとしてあの辺はある程度予測しておかなきゃいけないところだったんですか。もちろん中の選手は予測しておかないといけないですけれども、まあ、それを上回るプレーだったと思いますし、最後ボールにもう少し強くチャレンジに行きたかったと思うんですけれども、はい、まあ、ボックスの中ですので PK もあり得るのでなかなか強く行けなかったっていう、その両方の2人の選手の難しさがあったのかなと思いますね。はい、そして、またメンバーを変えようという西武大高校なんですが、21番の丸山とそれから3番の村田が今スタンバイしています。西武大高校、新座市中野にあります。武蔵野線新座駅、あるいは東武東上線柳瀬川駅、学校も1981年に開校してから、今はとにかく国公立大学も合格者を出しています。去年あたりは京都大学にも、見事合格という、そういった制度が出ています。それと環境がやっぱり大さんいいですよね。はい、そうですね、専用の、人工芝のグラウンドもお持ちですし、はい、それは翔平も言えることですけどね。そうですね、はい、翔平は1979年です。校内の人工芝グラウンド完成は2011年でした。ここ数年は東京大学、京都大学、人処理大学、この辺国公立出ています。このサッカー部の選手の中からも去年は、名古屋であったり、あるいは、筑波であったり東京大であったり、そういった選手が出ています。共に文武両道という両校。シュート決まりました。鎌田見事な得点ですね。ですね、はい、68分です。そうですね、組み立てからボックス内の速い短い縦パス、そこから質の高いクロス、そして2列目から入ってきた鎌田君の狙いすますヘディングシュート、見事な得点ですね。動きはスーッとこう動いているんですが、渡辺さん、はい、この今のシュート見てたら、なんか一瞬止まって、はい、決めますよぐらいのなんか時間があったように思ったんですけどね。そうですね、クロスボールもスペースにいいボールでしたし、はい、あとは、さっきの3点目もそうなんですけれども、やはり2列目から、ボックスの中に入っていくっていう飛び出しは、相手にとってすごい掴みづらいので、そこから生まれた得点すごく良かったなと思います。はい、4対0です。ここからサルがボールをどうだと、キーパー牧野さんジャンプをしましたが、その上です。さあここはまたそのロングスローがあります。佐野圭司です。佐野のロングスローから打つまで行きたいんですが、打っていくがとヒットしません。もう一回あります。シュートーとキーパーもう一回おっと最終的にはまだあるかな、こぼれてここで大きく蹴り出しましたが、今のシュートも良かったんですが、防いだのは大森さん、コビですよね。はい、そうですね、本当に全員でも必死に守るという、チーム一丸となった、やっぱり守備というのは今年のこの翔平には、昨年までにないといったら失礼なんですが、非常にこう強く、それが特徴的ですよね。これ前線トップのワントップのコビが最後ゴールを出しました。シュートは良かったですけどね。そうですね、はい、
先ほどからこのゴール前の惜しいシーンというのが西武台あるんですけれども、やはり最後の最後にこの翔平の粘り強い守りということで、なかなかゴールを割ってもらえませんね。さあここはまだフリーキックのチャンスです。6番の森下蓮、フリーキックコーナーキックはこの森下が蹴ります。インターハイ今大会も経験しています。さあどっちが行くか、6番の森下のシュートを狙っていきました。奪いやすいというのはあると思いますね。そうですね、はい、上野さん、はい、翔平高校大和選手が準備しています。はい、大和が入るとまた一つスピードが上がっていきます。ただあのブラン高校戦は大和出てないんですよね。そうですね、試合例のゲームの中で、まあ、藤島監督は、まあ、うまくバランスがいっていたのかという話をしていました。シュート狙ってどうだ、ちょっとバランスを崩していました。そうですね、あのこの攻撃も先ほどの4点目と同じように深く入り込んでは下の空いたスペース2列目からというパターンでしたね。その大和が入っていきます。大和海斗です。8番鎌田が下がります。あの無難戦はゲームの流れの中でもちろん出せば2点目が入ったかもわからないけれども、ただこう攻守のバランスを考えていたら、このままの方がいいなということで大和を抑えたそうですよ ね。 そ, うですね。そしたらまあそのまま逃げ切ったという、ね、話でした、はい、80分のこの選手権予選、翔平が今4点をリードしています。いやでもあと残り小栗さん2分ぐらいしかないんですが、はいはい、ここまでいいゲームだなと見ていって気がつけばやっぱり4点の差がついてるんですよ ね。 そうですね、まあ、全体の流れを見ますと4点も差があるのかというような内容のゲームですよね、はい、そういった意味でやっぱり渡辺さん決定力ですかね、はい、まさにその通りだと思いますね、はい、まあ、後半ちょっとスペースが生まれてきて、まあ、翔平の方は効率よく得点を重ねたなっていう印象ですね、はいはい、アディショナルタイムの3分が表示されました。渡辺さん、はい、リードされているセーブ台ですが4点を追うという厳しい展開ですが、はい、あと3分ですよね、はい、出してほしいですね、持っているものは。いやそうですね、本当出し切ってほしいですし、はい、まあ、1点でも返して一緒に報いてもらいたいというところですね、はい、翔平が攻めていきますが、ですから森谷監督もうちのチームはとにかく 100% なんです、全力なんですという話をしています。出し切ってしまった。そしてここはシュートになりますが、ここは切れていきました。そして翔平が選手が変わって高橋光太が今入っていきました。まあ、西澤佐田店、今日は前半27分に1点を取りましたが、西澤に変わって高橋が入っていきました。もう時間はありません。もう3分も過ぎています。あとは笛を待つだけ、翔平高校。勝てば3回目の優勝になります。近づいてきましたこの県予選、1回戦から登場した翔平高校、今日が6試合目、失点はわずかに1だけ、今日も完封で終わりそうな、そんな気配になっています。そして今長い笛、試合は終わりました。勝ったのは翔平高校、2年ぶり3回目の優勝を決めています。前線した一生懸命の西武台でしたが及ばず、この決勝戦で敗退、準優勝ということになりました。笑顔がこぼれています。翔平高校チームを引っ張ったゲームキャプテン、10番の須藤です。いやー、大森さん、やっぱりそれぞれが持ち味出しましたかね。そうですね、自分のできることを十分に発揮して、かつそのチームコンセプトの中にこう、はい、それをこう溶け込ませていくという非常に素晴らしい試合をしてくれましたね。でしたね。いやー、やっぱり終わってみたらやっぱり強かったという印象でしょうかね。そうですね、だから前半は西武でも非常にいい形を作っていました。ある意味こう飛ばしていたという感じもあったんですが、まあ、後半に入ってやはり翔平が力をいかんなく発揮し、まあ、4点ということで、結果は1対0の前半、そして後半が3対0、4対0で勝って、まあ、決勝し、を制して全国進出を決めています。いや、たくさんの応援がありました。まあ、ほぼ全国応援ということですが、その中でやはりいいところを見せました。
そしてご覧のように、まあ、182名というこのサッカー部員ですから、この登録をされなかった選手の力というのも非常に大きな力になりました。まあ、これも渡辺さん、やっぱり一体感ですよね。いやそうですね、本当に高校サッカーの本当に素晴らしい、いい部分だと思いますね。183人いて、やはりナンバー、背番号をもらえる選手というのは限られているわけですよね。はい、かといって腐らずにやっぱり応援する、練習をするということですからね。そうですね、本当に、まあ、あの3年間、まあ、同じ練習をして、同じ食事をして、たくさんの時間を共有するっていう部分で、やっぱりあの試合に出られなくても、はい、共に切磋琢磨してきた仲間を、あの応援するっていう部分は、あの本当素晴らしいことだと思いますし、まあ、あのピッチに立つ選手は一番最初にも言いましたけれども、そういった選手の思いを背負って、はい、あのピッチに立ってくれたと思います。もちろん西武大もそうですよね。はい、そうですね。西武大もたくさんの応援が詰めかけました。まあ、4年ぶりの決勝進出ということで、まあ、勝てば9年ぶり4回目というところだったんですが、まあ、残念ながら準優勝に終わってしまったんですが、まあ、いいサッカーを見せてくれました。だから特に今年に関しては、まあ、これまでは3年生中心というメンバー構成が多かったんですが、若い力2年生とも入れました。やはり先ほど紹介したようにコーチ陣の目というのもありました。まあ、森谷監督もその辺をコーチ陣に任せながら、まあ、いい選手を、まあ、今一番いい選手を、まあ、メンバーで起用してということで、まあ、チームを作ってきました。さあ、それではインタビュー準備ができたらお願いしましょう。藤島監督です。そして須藤もいますかね。皆さんお待たせしました。優勝しました昌平高校、藤島貴之監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。2年ぶり3回目の優勝、去年の借りを返せました。そうですね、本当にもう選手が最後まで粘り強くやってくれた結果が実って、大変嬉しく思います。今日の試合、特に前半はタフな展開でしたが、終わってみれば4対0、強さ見せましたね。まあ、本当に今日は、まあ、選手の粘り強さ、またいつも通りのパフォーマンスがしっかり出せた結果だったので、本当に選手を称えたいと思います。今年は1回戦からの長い戦いでした。どんどん強くなっているように思います。本当に一試合一試合、選手の成長を感じながらやれた大会でした。本当にそういった意味では、まあ、選手が日頃のトレーニングレベルを高めながらやれたのが、まあ、今日の結果につながったのかなというふうに思います。いよいよ全国です。あと1ヶ月半です。意気込みをお願いします。はい、まあ、今日の勝利は本当に、これだけ多くの方々に支えられて、全校生徒のみんな、また杉戸町、古谷町長をはじめとする近隣の方々、そして、選手の保護者の皆様、本当に支えてくださった皆様のおかげだと思っています。全国ではまたこの場に戻ってこれるように一生懸命頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。藤島監督でした。どうもありがとうございました。続きまして、キャプテンの大和海里選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。全国への切符です。本当に良かったですね。そうですね、たくさんの人が応援してくれたおかげだと思うので、感謝の気持ちを持って全国大会も頑張りたいと思います。大和選手、このチームは冬に向けてどんどん成長していると話していました。今日は戦ってみていかがでした？そうですね、本当に関東のインターハイってうまくいかなかったんですけど、まあ、選手権に向けてチーム一体となってやれた結果だと思うので、本当に良かったなと思います。今日はメインスタンドの皆さん、それから全校応援、 OB の皆さんも来ています。そういった応援はいかがでした？そうですね、先輩方からもたくさん応援メッセージをもらったり、こうやって多くの人が応援に駆けつけてくれたおかげだと思うので、本当に感謝の気持ちです。生徒会長も涙していますね。生徒会長も、はい、すごい応援してくれたと思うので、感謝の気持ちをしっかり伝えたいです。さあ、いよいよ全国の切符です。また最下に戻ってきてくれますか？はい、必ず戻ってきます。全国で翔平の名を響かせたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。大和海里選手でした。
チームキャプテンの背番号9番大和海里、あの1年生から活躍している選手なんですが、今インタビューに答えてくれました。まあ、確かに必ずここに戻ってくるという、あの2014年からこのサイスタは準決勝決勝という舞台になっているんですが、なかなか帰ってこれないのが大森さん現状なんでね。そうですね、はい、ただその力は持ってますね。そうですね、翔平は、ここ数年総体ですね、全国総体で全国3位というのを2回も、実績残しておりますので、冬の選手権も勝てるチームだとは思っております、ですよね、はい。まあ、それから選手が成長してくれているという話が、まあ、藤島監督からありましたが、まあ、成長レベルは決して早くはないんだという話をしています。まあ、継続的な積み重ねが、まあ、選手の成長を促しているということ でトレーニングはやはり、まあ、体重が多い中で必ず100分というのを想定してやっていると、延長も考えて練習しているんですよね。そうですね、で、その練習の中でおかしいんじゃないという部分があったとすれば、それは決しておかしいんじゃなくてお前らの力がないんだという、それをはっきり認識をして次に向かってほしいという常に言っているそうなんですが、まあ、確かに練習を積んでいると渡辺さん、ちょっとおかしいなという部分があるはずなんですが、はい、それをあえておかしいんじゃなくて力なんだというところで認識をさせるわけですよね。そうですね、まあ、そういう部分はたくさん自分も、はい、経験してきましたけれども、やっぱり強くなる上手くなるためには、人並みと人と一緒のことではやっぱダメだと思いますし、継続していくことが本当に力になると思うので、はい、まあ、そこはやっぱり自分たちを信じて、監督を信じて、本当にやり続けることだと思いますね。ですね、もちろん西武でもそうです。練習を積み重ねて、そしてここまで来ました。インターハイ予選は優勝、しかしこの選手権予選は準優勝、よくやりました。高橋、佐野、村田、関口、今田、森下、岩田、村田、谷は骨折で出ることができませんでした。まあ、その辺をみんな背負って戦って、そして池田、寺川、伊佐山、そして大野田、高島、原田、大川、西岡、酒井、市川、岡本、丸山1年生、そして蓮沼、それから細田、福沢、そして小林、栗田、まあ、こういった選手が、まあ、一つになって戦いました。もちろん183人というこれだけの部員数ですから、背番号をもらえなかった選手の方が多いわけですが、まあ、一つになって戦ってきました。それぞれがいろんな思いを背負っての選手権予選ですよね。そうですね、先ほどから渡辺さんおっしゃられた通り、はい、出る選手だけでなくですね、それを含む全ての部員の総力というのが、やっぱりこういった結果にも現れます。ただ、西武大に負けたとしても、決してこれを恥じることなくですね、この思い出を胸にですね、はい、この後もサッカーを続けていってほしいなというふうに思いますね。今年は新人戦がベスト4でした。そして関東予選がベスト4でした。でインターハイ予選が優勝、全国を経験しました。でこの選手予選が準優勝ですから、これはもしやっぱりこの群雄割拠の中、厳しい戦いが強いられる埼玉県大会にあって、やっぱりすごい記録ですよね。そうですね、全ての大会ベスト4以上ということでは、やはりどの大会にもまんべんなく力を発揮できるチームだというのがこれで分かりますね。本当ですよね、はい、ですからもちろん負けた悔しさはあるんでしょうが、まあ、胸を張ってもいいというこのメンバーです。やっぱりこの県大会を勝つ難しさというのは大森さんやっぱありますからね。そうですね、埼玉県も今戦国時代となりまして、はい、いろんな地域にいろんな強いチームがありますので、はい、なかなかチャンピオンになるのは難しい時代になってまいりました。そうですよね、はい、その中で渡辺さん、はい、こういった表彰式を見ていると思い浮かべることもたくさんあると思うんですが、はい、その国見高校は本当に優勝優勝準優勝という、はい、ものすごい偉業を達成したわけですよね、はい、何がすごかったですかその頃は。今思えばね、そうですね、一番はやっぱり自分たちを信じる、これだけの練習をしてきたんだから負けるはずがないというふうなやっぱり自信を持って、常に試合に挑めてたなっていうふうに思いますね。その自信はどこから生まれたものですか。やはり自分が1年生の時に3年生が3冠を取ってくれたっていうところもそうでしたし、まあ、この練習量をこなせれば自分たちも優勝できるんだっていうところにつながったので、まあ、そういうところが自信になってたなっていうふうに思いますね。高校サッカー簡単に自信でつくもんじゃないですよね。いやもう本当に
毎日の積み重ねだと思いますし、本当毎日の練習が大変できつくて、何度も心が折れそうになりましたけれども、やっぱりそれこそ自分一人の力だけではなくて、仲間も頑張ってますし、仲間に負けてられないなっていうところを含めて、みんなで切磋琢磨してきたところが自信につながったなと思います。県高体連サッカー専門部林部長から今準優勝セブダイにカップも贈られます。ただ大森さん、はい、3年間なんですよね。3年間で集大成ということですからね。そうですね、はい、そういう難しさありますよね。そうですね、その3年間の中でも卒業していった先輩、または、そういった方々の実績もですね、胸に、刻みながら作っていくわけですけれども、やはり渡辺さん先ほどおっしゃった通り、この仲間とやれてよかった、この仲間ともっとサッカーやりたかった、私も現役終わった時は本当そう思いましたので、そういったチームにいられてよかったっていうのはどの選手も思ってほしいというふうには思います。その瞬間は本当にその瞬間もわずかな時間しかないわけですよね。そうですね、それはたったの3年間で一緒にやってきて、はい、でこの決勝の舞台に出て、はい、で負けはしたものの準優勝という、そうですね、立派な実績だと思います。はい、はい、もちろんこれで3年生は、サッカーは卒業ということになるわけですが、得たこの3年間で得たものをやはりこれからの人生に生かせなければいけないですし、サッカーもやっぱり大森さん続けてほしいですよね。そうですね、プレイヤーとしてはもちろんですけれども、このサッカーを通じて、社会に貢献できること、また自分がこれから開けることっていうのもいろいろ出てくると思いますので、はい、サッカーに関わり続けていただきたいというふうには思います。渡辺さんもこの3年間終わった後に J リーガーとして活躍してずっとまた続けているわけですから、はい、やっぱりサッカー好きなんですよね。そうですね、好きが一番ですし、やっぱり自分の中では3年生の選手権の決勝で負けた悔しさっていう部分がやっぱりあって、それがこう自分のモチベーションとなって、突き動かしてくれたっていう部分はありますね。2回優勝してても準優勝ってそういう気持ちなんですね。やっぱり自分たちの代で優勝できなかったっていうところがやっぱすごい悔しかったですし、過去に3連覇した高校はまだ、ないですので、浦和南高校はチャンスあったけど3位でしたからね、はい、ですので、それを成し遂げたかったんですけれども、それができなかった悔しさっていうところが、すごく残ってまして、今思えばそこで優勝できずに悔しい思いをしたからこそっていう部分もあると思うので、はい、糧になってますよね、確かにね、はい、今思えばですね、当時は相当悔しかったですけれども、勝った昌平高校、牧野瀬、西澤、高橋光太、柳澤、大竹、柴、首藤、鎌田、大和海里キャプテンでした。首藤活躍しました。そして小池も手元にいました。柳田、それから井野、小川、宗像、西村、渡辺健太、山内、大平、篠田、松田、そして唐木、小野寺、一番速いのはこの小野寺武だそうですが、足が速い選手、そして二宮、浪川、そして麻生という、こういった選手です。26人のメンバーの中でやはり2年生1年生も非常に入っているこの昌平高校です。2年ぶり3回目の優勝、確かに時代は昌平の時代と言っても過言ではありません。そして庄司深谷も、今回はこの昌平に敗れていますが、長い歴史、98回という歴史の中で大森さん、はい、確実にそういった戦力図といいましょうか、変わってきてますよね。そうですね、この大会初めてベスト8に公立高校が残らなかったというのも、はい、今まで公立高校が私学が台頭する中頑張っておったんですけれども、そういったことも今回起こってしまいました。で必ず浦和勢が入っていたんですが、これも20年ぶりでした。はい、そうですね、そのあたりで、公立高校ですね、ぜひ巻き返したいなというふうには公立の先生方は思ってらっしゃると思いますので、頑張っていただきたいというふうに思います。ね、
でもそういったふうに刺激をし合いながらやっぱりレベルを上げていくわけでしょうからね。そうですね、昨年の浦和南公立でありながら代表になってくれたというのは、はい、公立に携わるものとしては非常に励みになりましたし、今回そういう大会になってしまいましたけれども、また来年以降頑張っていただきたいというふうに思います。本当ですよね、はい、公益財団法人埼玉県サッカー協会林明夫副会長より授与いたします。代表3名は前にお進みください。182名います、この部員数です。そして今日は OB の先輩たちも詰めかけました、応援をしました。そういった力もやはり大きな力になりました、まあ、これまでもずっと3年間連続で J リーガーを輩出していました。頂上令和元年度第98回そういったチームから J リーガーが出てくるというのも大森さん、はい、翔平のみならず、はい、この埼玉県の高校というのもやっぱりJ リーガー輩出が楽しみなんですよね。そうですね、今 J クラブでの下部組織の J ユースから、はい、トップに上がるというのが、まあ、構図になっておりますけれども、はい、公立高校からまた滋賀高校から十分に J リーガーになるチームたくさんありますので、はいはい、そういった別のルートでありますけれどもたくさん、目指してもらいたいなというふうに思いますね。まあ、そしてとにかく、まあ、埼玉の力はもちろんあるんです。そしてどこの県に、まあ、話を聞いても埼玉レベル高いですねと言われるんですが、ただ全国では本当に優勝はもう38年遠ざかっています。なんとかという気持ちがあります。2年ぶり3回目、2年ぶり3回目なんですが、考えたら藤島監督は青森山田の中学校高校で監督コーチをされました。青森山田が大森さん、はい、23年連続なんですね。そうですね、まあはい、それを崩すのがなかなか難しいという図式はありますけども、昨年の昨日の結果を見ますと、はい、青森山田も県大会 PK 戦ということでしたの で、そうですね、少しこうなんか狭く近くなったのかなというのはちょっと私どもその結果のみですが、受け取れました。点がなかったんですよね、はい、で PK でしたもんね、はい、でも23年というのは、そうですね、生まれた子は23歳ですよ、はい、ずっと出てるんですよね。そうですね、もう大変な記録ですね。ですよね、はい、渡辺さん、はい、なんかそういう学校もあるんですよね。そうですね、まあ、長崎も僕らの時代国見も、はい、そうでしたけれども、まあ、そういった高校があるっていうところは、その地域の子どもたちに与えるサッカー熱っていう部分はすごく大きいと思いますし、まあ、その青森山田が全国大会でも優勝するっていうところは、はい、青森県民の皆さんにとってもすごい誇らしいことではあると思いますね、はい、まあ、今回の翔英高校がぜひ全国大会で、はい、埼玉県代表として今日戦った西武大の選手の思いも、そして今大会に出場してこの決勝の舞台まで来れなかった仲間のためにも、ね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますね、はい、そして定人、トヨタ、アットホーム、プーマ、明治、そして富士ゼロックス、以上共産6社を代表いたしまして、定人在宅医療株式会社千葉埼玉支店埼玉営業所所長、萩野隆久様より、共産社杯が授与されました。埼玉新聞社編集局長本当にこういった風に、ま、いただきに立った翔平高校ですが、大井さん、はい、話も途中いろいろ出てきたんですが、やっぱりいろんな方のサポートがありますよね。そうですね、本当に、気づかないようなところのサポートというのもたくさんあると思いますね、はい、ですから、まあ、府警の皆さんも一生懸命、まあ、応援してくれました、まあ、それこそ、まあ、込みではないんですが、お母さんの唐揚げが一番好きという、そういったやっぱり料理を作ってくれて頑張れということでしょうから、そうですね、はい、いろんな方のサポートやはり忘れてはいけません。ついついでも渡辺さん、はい、実際ゲームをやってたら感謝感謝と言いながらも忘れがちになるようなことかもわからないんですが、はい、やっぱりそういった気持ちを持つのは非常に大事ですね。そうですね、ピッチ上ではもちろんサッカーに集中してますので、はい、まあその感謝っていう部分は、はい、こうそこまでの余裕はないかもしれないですけれども、まあ、こうあと一歩足が出るとか、うん、頑張れるっていう部分は、はい、やっぱり自分だけの力ではなくて、そういう思いがあるからこそ頑張れる一歩が出るっていうところにつながってくると思いますので、やっぱそういった意味でも
常日頃から感謝の気持ちを持つというのは大事だと思います。本当ですよね。大和海里です。さあ昌平高校の優勝というところでスタンドからも大きな声援です。埼玉県という本当にこう力のある学校が揃っている中で、まあ、この光景を演出できるのは昌平高校だけです。はい、このためにやってくるわけですから。そうですね、これを目指して高校サッカーをやる選手たちは、日々精進をしているって言っても過言じゃありませんね。はい、だから十分に今日あたりはね、この優勝という喜びに浸ってほしいですよね。はい、ただ全国も待ってますよね。そうです、またこの埼玉スタジアム準決勝決勝行われますけれども、はい、この埼玉スタジアムの満員の中で、ぜひ決勝戦を戦ってもらいたいというふうに切望いたします。今日の決勝戦は、まあ、見応えがありました。前半1対0、しかし1点を先行したのがこの昌平高校で、後半は3対0という中で、まあ、結果4対0で勝った昌平高校でしたが、まあ、優秀選手等も選ばれています。こちらがその今日のスタッツの方ですが、昌平が12本、6本半分が枠の中でした。聖大は6本のシュート、2本が枠の中で、ご覧のように4対0で昌平が勝ったゲームでした。まあ、そして必ず優秀選手が発表されるんですが、今年も当然ですが、大森さん、はい、優秀選手が選ばれてますよね。そうですね、まあ、全ての試合を見て、私ども技術員の方で選考いたしましたけれども、はい、やはり翔平の選手が多くなってしまったというのは、まあ、やむを得ないかなというふうには思います。はい、今出てますけどね、はい、ご覧のような選手たちが、まあ、優秀選手として選ばれました。これも非常に光栄なことですからね。そうですね、はい、それこそ自信を持ってまた次に向かっていってほしいなという気がします。伊佐山2年生ですが選ばれているゴールキーパーです。西武大高校です。さあそしてこの2年生が芝、須藤、村田もいますね。そして小見もいます。その他は3年生というご覧のような優秀選手です。さあそして12月の30日から全国大会が始まるわけなんですが、大森さん、はい、いかがでしょうか、全国大会。そうですね、やはり埼玉県を代表するチームとしてですね、はい、ぜひ県民の皆様にも満足していただける、ワクワクしたですね、試合を見せていただき、かつ結果も残していただければというふうには思っております。本当ですよね、はい、明日抽選会ですもんね。はい、そうです。まあ、どこと対戦するか分かりませんが、さあそして渡辺さん、はい、優勝経験から高校生望むにあたって必要なことはどんなことになりますか。そうですね、まあ、本大会まであと1ヶ月と少しありますし、はい、まあ、一つはコンディションをしっかりと整えることだなっていうふうに思うんですけれども、まあ、そのためにはやっぱり普段の生活がすごい大事ですし、はい、まあ、それを逆算して、トレーニングマッチだったり練習っていうのは監督さん考えると思いますので、はい、まあ、それに向けてまたチーム一丸となって突き進んでいくことがすごい大事じゃないかなっていうふうに思いますね。やることは本大会までたくさんあるもんですか。はい、学生時代はとにかくそこから走り込みをまたやって、国見高校の場合はちょっと1週間ぐらい合宿をするんですけれども、はいはい、まあ、そこでゲーム感だったり、試合に向けてのこう気持ちの持っていき方っていうところをやってたなっていう印象が、はい、あるので、まあ、どうしてもこう今までと違った舞台での試合になると思うので、うん、はい、また緊張感だったりこういつもと違うプレッシャーを感じるっていう意味では、まあ、やっぱ準備っていう部分はすごく大事だなと思いますね。まあ、2年ぶりということになりますから、もちろん3年生は経験している選手もいるわけですが、今須藤が映りますが、まあ、須藤も1年から、まあ、もちろん背番号をもらっていました。大森さん、はい、本当に埼玉県民の期待は大きいんです。そうですね、はい、私も期待しておりますし、はい、ぜひこの中からですね、将来こう日本を背負って立つような、はい、選手も出てほしいなというふうには思いますね。まあ、とにかく優勝する力は十分に持っているはずですから、まずはその一つ一つ、まあ、成長過程の中にあって、まあ、勝利を手にして、まあ、藤島監督おっしゃるんですが、なんでお前らボールを動かすんだ、勝つためだろうということで、しっかりこうやっぱりボールを動かしながら、はい、勝っていってほしいですよね。そうですね、はい、翔平スタイルを見せながら、はい、埼玉の代表として素晴らしいゲームを見せていただきたいと思います。14番の小川です。
で、トップ下には須藤を置いて左に首藤、そして8番の鎌田が右サイドで、トップに小見を置きます。11番です。松葉、高橋、大平、小野寺、そして二宮、大和も今日は途中からということになりそうです。井野、村方、渡辺、そして篠田、山内、これが控えの選手になります。まあ、この大会はもちろん3年生中心なんですが、やはりここ1番で2年生という力も大きな力を発揮してくれる昌平高校です。前半も10分が回って11分になろうという時間帯ですが、まだ0対0という両チーム激しい攻防ですが、さあ下はどうでしょうか。リポーターは久米舞子リポーターです。久米さん、はい、まずですね、最初にエスコートキッズの話がありましたが、退場する子どもたちがうわストーダーという声を、出していて、ね、スター性を感じましたね。でその昌平高校の藤島監督のコメントから紹介したいんですけれども、両監督とも去年の決勝が原動力になっています。はい、左サイド大竹がありました。大竹、そしてゴッとボールが出てしまったかなということでキックに変わりますが、ペイさん、はい、予選の決勝で負けるのが一番辛いんだと、最下の借りは最下でしか返せない、初めてですね決勝で浦和勢の効率以外と対戦しますけれども、やり残したことはないと自信を持って選手たちを送り出していました。確かに去年を考えたら大森さん、はい、先制したんですよね。そうですね。で浦和南に逆転をされて負けたわけですよね、はいはい、確かにその悔しさはあるはずです。まあ、それを話すにはこの決勝の舞台、まあ、相手は違いますが、ここしかありません。そこへまあやっぱり1回戦からなんですが、しっかり厳しいゲームあったんですが、勝ってきましたよね。そうですね、ご覧になっていただくと分かりますけれども、全てが強豪と言われるチームばかり倒してきましたので、はいはい、力があるなというのはそれで伺いますね。で今映ったのは森谷監督ですが、久米さん、はい、森谷監督はですね、去年全国に出場しました浦和南の野崎監督に一学年の違いですけれども刺激を受けているようです。はい、寮も体育コースもなく、またその中で強くしたりですとか、それからゴールキーパーが取りました。今のキックの精度も高いですし、大森さん、はい、なかなかいいキックでしたが、そうなんですね、はいはい、キーパーの牧野瀬君の身長がややこう低いということで175センチですね、はい、やはりちょっとこう空中戦を望もうかというようなキックだったと思いますね。まあ、しかし牧野瀬はしっかりこのボールを取っています。まあ、基本的にこの昌平高校もゴールキーパーは緑川を含めてですが、いいですもんね。はい、そうですね、歴代こうあまり高身長のキーパーではないんですが、はい、非常にこう基本的な技術というのはしっかりした選手が多いですね。さあ、そしてペンさん途中でしたね。はい、強化や人工芝の整備など教えることだけではなく、いろんなことをまだまだ頑張らないといけないなと刺激をもらったようです。はい、今日はつまらないミスで失点はしたくないと話していました。まあ、このクラスになると大西さん、ちょっとしたミスがね、そうですね、失点ですもんね。はい、手には触りましたけれどね、嬉しそうな笑顔です。2点目が入りました。上野さん、はい、須藤選手こうやって点を決めると必ずスタンドのところに行くんですね。そうやってスタンドと選手の一体感が増しているのが強みだと応援団が話していました。そうですか。まあ、とにかく全てを兼ね備えた選手といっても過言ではありません。2年生168センチの須藤です。まあ、でも可愛い顔してますが、リンゴが好きなんですよね。上野さん、それでですね、はい、準々決勝が込みで、準決勝が死闘でだったので今日は自分がと話していました、ね、そうですか、していく、それにプラスアルファで力をっていう部分だと思います。コーナークランとリアボールまだあります。どうだ、狙っていく、シュートになる、もう一回打てるか、シュート、おーっとハックランか、そしてキーパー最後取り出した、牧野瀬、最後関口も飛んだんですがよく防いだ昌平高校。こういうところは西武大としては大森さん1点入ったかなと思ったんですが、そうですね、ただ昌平の守備もですね、牧野瀬君が前へこう勇気を持って出る、その代わりにゴールカバーを非常にディフェンダーを守るっていう、そのシュー、そういうシーンでしたね。まあ、山といいますか、読みというのは必要だと思うんですね。ただむやみに闇を山を張るなということだと思いますね。ですよね。はい、上野さん、そういった意味では磯山選手はですね、ここはチャンスがシュートになったか、こぼしているが詰めていく、制球中く守りました。これも1点ですよね。そうですね、今小見くんのコース取りですか、はい、もうキーパーの裏へ抜けるであろう、まあ、抜けてくるというようなストライカーならではの動きでしたね。
たくさん来てるんですか。はい、キャプテンの2年前の石井裕貴さん、はい、山下裕貴さん、はいはい、アルディージャに行った佐藤さんも、もうすぐ来る予定ですね。そうですか。あと塩直人さんとかも来ています。でやはり2年前この場所で立ったのがとても楽しかったようで、楽しんだものが勝ちにつながると、いうことです、この場所で戦えるのは埼玉でも2校しかないんだから、この喜びをかみしめてほしいと話していました。その石井裕貴さんも、まあ、ただ終わってみたら、あの全国大会ももう少し高い景色を見たかったなという、そんな印象を漏らしていました。ただまあ終わって負けた後、みんなとやるサッカーが本当に俺は好きだったということで、まあ、チームを引っ張ってきた、そんな選手でした。佐藤がトップ、その下に山下がいました。で守備が左、右に高見という、こういったメンバーですけど、森友いました。さあ、ストーが持っていった、ストーが持っていった、ストーが持っていく、とあそこでボール出てないんですよね。そうですね。そして折り返して結局はオウンゴールになりました。はい、ああいうふうにボックス内にこう入っていってですね、もうもはやチャンスはないのかと思ったところからの、まあ、クロスなりシュートなりというストーク本当によく、小賀一が来て提供で、小賀一が来てブランとすぐですね、優勝チームはね、これが全国の優勝チームでした。まあ、それと浦和に関してはやはり森谷監督の一つ上になりますかね、野崎監督がね、本当に優勝3位だった年ですよね。そうですね、はい、現JFA の会長の田島会長先生が、3年生要しました、はい、そこからの、まあ、2連覇と、まあ、準優勝、あ、ごめんなさい、3位ということでしたね。だからまあ渡辺さんの、まあ、その優勝準優勝も大勲章ですから、はい、何個もやっぱ強かったですもんね。そうですね、はい、古い話とはありますけども、はい、非常に浦和のチームは強い時代っていうのがありましたね。はい、ねえ、ただその松本行司監督もね、今年9月でしたよね、はい、お亡くなりってちょっと残念だなという、ね、気がしたんですが、そうですね、また一つこう時代が変わるのかなという、はい、そんな印象もあります。はい、まあ、一方の藤島監督も、まあ、まだまだ若い39歳という監督なんですが、いろんなやはりこう引き出しを持っている監督です。習志野高校の出身です。玉田圭司と同級生ですからね。そうですね、はい、まあ、それと千葉の、まあ、国体選抜でも、まあ、優勝したチームなんですが、ボランチとして大活躍をしています。首藤が持ちました。そして首藤は大森さん、はい、準々決勝からですよね、あの、はい、スタメンで起用されて、さすがっていうのを見せますよね。そうですね、彼がこうスタメンではないというのはやはり選手層の厚さを非常に感じますよね。はい、まあ、それまでは途中出てきて流れを随分変えてましたもんね。そうですね、はい、だから首藤と大和ですよね、この2人が随分流れを変えてきました。はい、さあ首藤が持った、そして大竹のシュート、大竹です。そうですね、イメージを共有していますよね。あそこでワンタッチのシュートだというイメージも、はい、共有していますし、非常にいい攻撃だったと思いますね。上野さん、はい、今シュートを打った大竹選手ですが、実は西武大高校との相性が抜群だと自分で話しているんですが、はい、新人戦で2点、 S1 リーグで1点決めているので今日も決めますと、はい、決めたらポーズもしますと、それはまだ教えてくれませんが、考えているようです。はい、まあ、その新人大会は2月だったんですが、準決勝で、まあ、6対0で翔平が勝ちました。で S1 リーグが7月の21日そのインターハイに出る前の週なんですが、世代がまあ3対2で敗れた、翔平が勝った3点だったんですが、まあ、PK の2点でした。だ PK でまあ3点が入って笛が鳴ったという3対2の勝ちでした。ただまあ寺川が2点を取ったということで、藤島監督はやはり寺川要注意だなという話をしていました。まあ、それと藤島監督もまあ、サッカーチームを作るのにやはり、まあ、システマティックは必要だけど、まあ、こだわりすぎてもダメなんで、まあ、その辺のこう判断力なんですよねという話をしていました。ですから今日に関しても全体像を見ながらやはりこう戦っていきたい攻守。いやでもあと残り小栗さん2分ぐらいしかないんですが、はい、ここまでいいゲームだなと見ていって気がつけばやっぱり4点の差がついてるんですよね。そうですね、まあ、全体の流れを見ますと4点も差があるのかというような内容のゲームですよね。はい、そういった意味でやっぱり渡辺さん決定力ですかね。はい、まさにその通りだと思いますね。はい、まあ、後半ちょっとスペースが生まれてきて、まあ、翔平の方は効率よく得点を重ねたなっていう印象ですね。はいはい、アディショナルタイムの3分が表示されました。渡辺さん、はい、リードされているセーブ台ですが4点を追うという厳しい展開ですが、はい、あと3分ですよね。はい、
出してほしいですね、持ってるものは。いや、そうですね、本当出し切ってほしいですし、はい、まあ、1点でも返して一矢報いてもらいたいというところですね、はい。翔平が攻めていきますが、ですから森谷監督もうちのチームはとにかく 100% なんです、全力なんですという話をしています。出し切ってしまった。そしてここはシュートになりますが、ここは切れていきました。そして翔平が選手が変わって高橋光太が今入ってきました。まあ、西澤定が今日は前半27分に1点を取りましたが、西澤に代わって高橋が入ってきました。もう時間はありません。もう3分も過ぎています。あとは笛を待つだけ。翔平高校勝てば3回目の優勝になります。近づいてきました、この県予選1回戦から登場した翔平高校、今日が6試合目、失点はわずかに1だけ。今日も完封で終わりそうな、そんな気配になっています。そして今長い笛、試合は終わりました。勝ったのは翔平高校、2年ぶり3回目の優勝を決めています。前線した一生懸命の西武大でしたが及ばず、この決勝戦で敗退、準優勝というとなりました。笑顔がこぼれています。翔平高校チームを引っ張ったゲームキャプテン、10番の須藤です。いやー、大森さん、やっぱりそれぞれが持ち味出しましたかね。そうですね、自分のできることを十分に発揮して、かつそのチームコンセプトの中にこうそれをこう溶け込ませていくという非常に素晴らしい試合をしてくれました ね、 でしたね。いやー、やっぱり終わってみたらやっぱり強かったという印象でしょうかね。そうですね、だから前半は西武でも非常にいい形を作っていました。ある意味こう飛ばしていたという感じもあったんですが、まあ、後半には PK の2点でした。だ PK でまあ3点が入って笛が鳴ったという3対2の勝ちでした。ただまあ寺川が2点を取ったということで、藤島監督やはり寺川要注意だなという話をしていました。まあ、それと藤島監督もまあサッカーチームを作るのにやはりまあシステマティックは必要だけど、まあこだわりすぎてもダメなんで、まあその辺のこう判断力なんですよねという話をしていました。ですから今日に関しても全体像を見ながらやはりこう戦っていきたい、攻守をやっていきたいなという話をしていました。確かに渡辺さん、はい、自分たちのベーシックな部分はしっかり作り上げて、はい、ただ相手がいるわけですよね、はい、そうすると、まあ、合わせるわけじゃないんですが、やっぱりそのサッカーも必要になりますよね。そうですね、先ほどスカウティングっていう話が出たと思うんですけれども、はいはい、自分たちのスタイルを確立するっていう部分ももちろん大事ですし、ただそれだけではなくて、やはり相手のストロングを抑えつつ、はい、ウィークをついていくっていうところは、今のおーっとっとっと危なかった危なかったという翔平高校12番の柳田幸喜です。藤島監督はこれで手に開けばなという話をしてました、はい。まあ、それだけ押し込んでいるというゲーム展開だというのはお分かりになると思いますね、はい。それとシュートを打たせてないですよね、この翔平高校は、はい。今年は本当に守備がですね、硬かったなと、はい、私も無難戦を見ていたんですけれども、ボールを握られる時もあるんですが、はい、決してシュートは打たせない守備っていうのがディフェンスの中でできているところですね。で、正直深谷にはこれ5対0でしたね、はい。ちょっと我々の想像を覆すような内容になってしまいました。小見が4点取りましたもんね。そうです、はい。で、聖望学園には2対0で勝って今日の決勝進出というこの翔平高校です。さあ、ここは大竹から一旦落としてきました。7番の首藤です。首藤俊、この辺はゆっくりボールを見ていきます。そして4番の柳沢直成です。長いボール大竹を狙っていきます。大竹、ここは6番の森下蓮です。ストーがいった、ストーがいった、ストーが持つ、ストーが持つ、ここで持つと打っていきました。いやー、しかしやっぱりゴールが目の前にあると渡辺さん、はい、狙うってのは必要ですもんね。そうですね、もうボックスの中なので、はい、やっぱりシュートを打たないといけないですし、ただ今のドリブルも右足でシュートを打つためのドリブルの仕方、あえてマイナス方向にボールを運んでシュートを打ったので、はい、まあ、やっぱその辺はすごくセンスを感じますね。なるほどね、非常に工夫してますよね。なるほど、シュートを決まった。最後は2番の石澤定てる。前半の27分です。1点が入りました翔平高校。
密集した中でしたが、やっぱりこの大竹のキックですね。そうですね、彼は本当に非常に速い曲がるボールを蹴るのが得意ですし、はい、元々はもうフォワードの選手のものですから、非常にパンチ力になるキックを持ってるんですね。はい、渡辺さん、はい、当然これディフェンスも来ても、はい、大和が入るとまた一つスピードが上がっていきます。ただブラン高校戦は大和出てないんですよね。そうですね、はい、試合例のゲームの中で、まあ、藤島監督は、まあ、うまくバランスがいっていたのかという話をしていました。シュート狙ってどうだ、ちょっとバランスを崩していました。そうですね、この攻撃も先ほどの4点目と同じように深く入り込んでは下の空いたスペース2列目からというパターンでしたね、はい、その大和が入っていきます。大和海斗です。8番鎌田が下がります。武南戦はゲームの流れの中でもちろん出せば2点目が入ったかもわからないけれども、ただこう攻守のバランスを考えていたら、このままの方がいいなということで大和を抑えたそうですよ ね。 そ, うですね。そしたらまあそのまま逃げ切ったという、ね、話でした、はいはい、80分のこの選手権予選、翔平が今4点をリードしています。でもあと残り小栗さん2分ぐらいしかないんですが、はい、ここまでいいゲームだなと見ていって気がつけばやっぱり4点の差がついてるんですよ ね。 そうですね、まあ、全体の流れを見ますと4点も差があるのかというような内容のゲームですよね、はい、そういった意味でやっぱり渡辺さん決定力ですかね、はい、まさにその通りだと思いますね、はい、まあ、後半ちょっとスペースが生まれてきて、まあ、翔平の方は効率よく得点を重ねたなっていう印象ですね、はいはい、アディショナルタイムの3分が表示されました。渡辺さん、はい、リードされているセーブ台ですが4点を追うという厳しい展開ですが、はい、あと3分ですよね、はい、出してほしいですね、持っているものは。いや、そうですね、本当出し切ってほしいですし、はい、まあ、1点でも返して一緒に報いてもらいたいというところですね、はい、翔平が攻めていきますが、ですから森谷監督もうちのチームはとにかく 100% なんです、全力なんですという話をしています。出し切ってしまった、そしてここはシュートになりますが、ここが切れていきました。そして翔平が選手が変わって高橋光太が今入っていきました。まあ、西澤定が今日は前半27分に1点を取りましたが、西澤に変わって高橋が入っていきました。もう時間はありません、もう3分も過ぎています。あとは笛を待つだけ。翔平高校勝てば3回目の優勝になります。近づいてきましたこの県予選、1回戦から登場した翔平高校、今日が6試合目、失点はわずかに1だけ。今日も完封で終わりそうな、そんな気配になっています。そして今長い笛、試合は埼玉新聞社編集局長澤田俊之様より、本当にこういった風に、ま、いただきに立った翔平高校ですが、大井さん、はい、話も途中いろいろ出てきたんですが、やっぱりいろんな方のサポートがありますよね。そうですね、本当に、うん、気づかないようなところのサポートというのもたくさんあると思いますね、はい、ですから、まあ、府警の皆さんも一生懸命、まあ、応援してくれました、まあ、それこそ、まあ、込みではないんですが、お母さんの唐揚げが一番好きという、そういったやっぱり料理を作ってくれて頑張れということでしょうから、そうですね、はい、いろんな方のサポートをやはり忘れてはいけません。ついついでも渡辺さん、はい、実際ゲームをやっていたら感謝感謝と言いながらも忘れがちになるようなことかもわからないんですが、はい、やっぱりそういった気持ちを持つのは非常に大事ですね。そうですね、ピッチ上ではもちろんサッカーに集中してますので、はい、まあ、その感謝っていう部分は、はい、こうそこまでの余裕はないかもしれないですけれども、まあ、こうあと一歩足が出るとか、うん、頑張れるっていう部分は、はい、やっぱり自分だけの力ではなくて、そういう思いがあるからこそ頑張れる、一歩が出るっていうところにつながってくると思いますので、はい、やっぱそういった意味でも常日頃から感謝の気持ちを持つっていうのは大事だと思います、はい、本当ですよね。大和海里です。さあ翔平高校の優勝というところで、スタンドからも大きな声援です。
という本当にこう力のある学校が揃っている中で、まあ、この光景を演出できるのは昌平高校だけです。はい、このためにやってくるわけですから。そうですね、これを目指して高校サッカーをやる選手たちは、日々精進をしているって言っても過言じゃありませんね。はい、だから十分に今日あたりはね、この優勝という喜びに浸ってほしいですよね。はい、ただ全国も待ってますね。そうです。またこの埼玉スタジアムの準決勝決勝行われますけれども、はい、この埼玉スタジアムの満員の中で、ぜひ決勝戦を戦ってもらいたいというふうに説明いたします。今日の決勝戦は、まあ、見応えがありました。前半1対0、しかし1点を先行したのがこの昌平高校で、後半は3対0という中で、まあ、結果4対0で勝った昌平高校でしたが、まあ、優秀選手等も選ばれています。こちらがその今日のスタッツの方ですが、昌平が12本、6本半分が枠の中でした。聖大は6本のシュート、2本が枠の中で、ご覧のように4対0で昌平が勝ったゲームでした。まあ、そして必ず優秀選手が発表されるんですが、だからこの3年生がもちろん中心になるこの大会ですが、須藤小美という2人はこれ大西さん2年生ですからね。はい、そうですね。しかもこのチームの今核となっている選手ですよね。本当です。はい、小美に至っては7点を取っています。さあ、ここはまたチャンスになった。横へ出した須藤が待っている。そして須藤もいる。須藤が狙っていったシュートになりました。そしてキーパー伊佐山恵西がボールを取りました。180センチ、やはり2年生のキーパーです。非常に状況判断のいいキーパーですが、関東トレセンアンダー17。まあ、ただ高校サッカーといえば渡辺さん、はい、やっぱり語らなきゃいけないですよね。国見高校で1年生で優勝、はい、2年生で優勝で3年生で準優勝ですか。はい、すごいことですよね。後で思ったんですけれども、まあ、すごいことを成し遂げたんだなというふうには感じますが、はい、まあ、ただ3年生の時には優勝できずに準優勝で終わった悔しさもありますし、すごくそこまでいけたのは自分たちではだけではなくて、まあ、たくさんの仲間だったり応援してくれる方々のサポートがあってからこそだなっていうふうにすごくやっぱり感じますね。はい、西武大ですが、ご覧のようにキーパーは伊勢山入ります。そしてディフェンダー右から森下、原田、関内、佐野、佐野キャプテンです。そして中盤には、まあ、村田、池田、今田というプロ他のつく3人なんですが、まあ、やはり中心は10番の池田、ここからボールが出ますが、このボランチの村田、今田も非常に守備をします。そして大野田、右左の寺川で、ワントップに西岡を置いています。機械には高橋、村田光平、大川、岡本、蓮沼、栗田、岩田が今日もスタメンではなく、この機械からのスタートになります。酒井、市川、そういった選手が入りますが、その他には丸山、そして本田という選手が入っています。細田ですね、細田が入っています。まあ、細田も途中出てくる選手になります。さあ、そして昌平高校です。ボールを回していきます。その昌平高校ですが、ゴールキーパーが1番の牧野瀬です。そしてディフェンダー右から柳田、西澤、そして柳沢、大竹です。そして、ボランチには6番の柴と14番の小川です。で、トップ下には須藤を置いて、左に須藤、そして8番の鎌田が右サイドで、トップに小見を置きます。11番です。松葉、高橋、大平、小野寺、そして二宮、大和も今日は途中からということになりそうです。井野、村方、渡辺、そして篠田、山内、これが控えの選手になります。まあ、この大会はもちろん3年生中心なんですが、やはりここ1番で2年生という力も大きな力を発揮してくれる昌平高校です。前半も10分が回って11分になろうという時間帯ですが、まだ0対0という両チーム激しい攻防ですが、さあ下はどうでしょうか。リポーターは久米舞子リポーターです。久米さん、はい、まずですね、最初にエスコートキッズの話がありましたが、退場すると話していました。今日は戦ってみていかがでした。そうですね、本当に関東なインターハイってうまくいかなかったんですけど、まあ、選手権に向けてチーム一体となってやれた結果だと思うので、本当に良かったなと思います。今日はメインスタンドの皆さん、それから全校応援、 OB の皆さんも来ています。そういった応援はいかがでした。そうですね、先輩方からもたくさん応援メッセージをもらったり、こうやって多くの人が応援に駆けつけてくれたおかげだと思うので、本当に感謝の気持ちです。生徒会長も涙していますね。生徒会長も、はい、すごい応援してくれたと思うので、感謝の気持ちをしっかり伝えたいです。さあ、いよいよ全国の切符です。また再スタに戻ってきてくれますか。
はい、必ず戻ってきます。全国で翔平の名を響かせたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。大和海里選手でした。チームキャプテンの背番号9番大和海里、あの1年生から活躍している選手なんですが、今インタビューに答えてくれました。まあ、確かに必ずここに戻ってくるという、あの2014年からこの埼スタは準決勝決勝という舞台になっているんですが、なかなか帰ってこれないのが大森さん現状なんでね。そうですね、はい、ただその力は持ってますね。そうですね、翔平は、ここ数年総体ですね、全国総体で全国3位というのを2回も、はい、実績残しておりますので、冬の選手権も勝てるチームだとは思っております。ですよね、はい。まあ、それから選手が成長してくれているという話が、まあ、藤島監督からありましたが、まあ、成長レベルは決して早くはないんだという話をしています。まあ、継続的な積み重ねが、まあ、選手の成長を促しているということ でトレーニングはやはり、まあ、体重が多い中で必ず100分というのを想定してやっていると、延長も考えて練習しているんですよね。で、その練習の中でおかしいんじゃないという部分があったとすれば、それは決しておかしいんじゃなくてお前らの力がないんだという、それをはっきり認識をして次に向かってほしいという常に言っているそうなんですが、まあ、確かに練習を積んでいると渡辺さん、ちょっとおかしいなという部分があるはずなんですが、はい、それをあえておかしいんじゃなくて力なんだというところで認識をさせるわけですよね。そうですね、まあ、そういう部分はたくさん自分も、はい、経験してきましたけれども、やっぱり強くなる上手くなるためには、人並みと人と一緒のことではやっぱダメだと思いますし、継続していくことが本当に力になると思うので、はい、まあ、そこはやっぱり自分たちを信じて、監督を信じて、本当にやり続けることだと思いますね。ね、もちろん西武大もそうです。練習を積み重ねて、そしてここまで来ました。インターハイ予選は優勝、しかしこの選手権予選は準優勝、よくやりました。高橋、佐野、村田、関口、今田、フォワードワントップ2勝回来ました。そしてここからクリアボールになります。さあ、この試合なんですが、マッチコミッショナーは高田裕二さん、そしてウェルフェアオフィサーは宮崎雅之さんです。さあ、今度はボールを持った首藤です。7番の首藤俊が行きました。そしてオーバーラップをして10番の須藤直樹が行きますが、ここはまたボールをカットした西武大高校です。ここは激しい攻防。さあ、まずこの立ち上がり、どっちが主導権を握るか。10番の池田からボールが出ました。左サイド攻めていきます、西武大高校。もちろん攻めのサッカーが西武大の特徴でもあります。13番大野と言いました。ここはクリアです。14番の小川雄介、そして13番大野田俊、横へ出します。ここからもう1回縦に行って、そしてここでシュートを狙っていった。10番の池田和之助、待つシュートを放ったのは西武大高校です。さあ、大森さん、はい、立ち合いから非常に激しい攻防になっています。そうですね、まだ試合開始早々なんですけれども、今ここまで受けた感じでは西武大の選手はボールの球離れが非常に今日早いプレーを心がけている気がしますね。はい、だからこの3年生がもちろん中心になるこの大会ですが、須藤、小見という2人はこれ大西さん2年生ですからね。はい、そうですね、しかもこのチームの今核となっている選手ですよね。本当です、はい、小見に至っては7点を取っています。さあ、ここまたチャンスになった。横へ出した、須藤が待っている。そして首藤もいる、首藤が狙っていった、シュートになりました。そしてキーパー伊佐山恵西がボールを取りました。180センチ、やはり2年生のキーパーです。非常に状況判断のいいキーパーですが、関東トレセンアンダー17、まあ、ただ高校サッカーといえば渡辺さん、はい、やっぱり語らなきゃいけないですよね。国見高校で1年生で優勝、はい、2年生で優勝で3年生で準優勝ですか、はい、すごいことですよね。後で思ったんですけれども、まあ、すごいことを成し遂げたんだなというふうには感じますが、はい、まあ、ただ3年生の時には優勝できずに準優勝で終わった悔しさもありますし、すごくそこまでいけたのは自分たちではだけではなくて、まあ、たくさんの仲間だったり応援してくれる方々のサポートがあってからこそだなというふうにすごくやっぱり感じますね。はい、西武大ですが、ご覧のようにキーパーは伊佐山入ります。そしてディフェンダー右から森下、原田、関内、佐野、佐野キャプテンです。そして中盤には、まあ、村田、池田、今田というこの他のつく3人なんですが、まあ、やはり中心は10番の池田、ここからボールが出ますが、このボランチの村田、今田も非常に守備をします。そして大野田、右左の寺川で、ワントップに西岡を置いています。
控えには高橋、村田光平、大川、岡本、蓮沼、栗田、岩田が今日もスタメンではなくこの控えからのスタートになります。酒井、市川、そういった選手が入りますが、その他には丸山、そして本田という選手がです、ね、最初にエスコートキッズの話がありましたが、退場する子どもたちがうわストーダーという声を、出していてで、スター性を感じましたね、でその昌平高校の藤島監督のコメントから紹介したいんですけれども、両監督とも去年の決勝が原動力になっています、はい、左サイド大竹がありました。大竹、そしてちょっとボールが出てしまったかなということでキックに変わりますが、ペイさん、はい、予選の決勝で負けるのが一番辛いんだと、最下の借りは最下でしか返せない、初めてですね決勝で浦和勢の効率以外と対戦しますけれども、やり残したことはないと自信を持って選手たちを送り出していました。確かに去年を考えたら大森さん、はい、先制したんですよね。そうですね。で浦和南に逆転をされて負けたわけですよね、はいはい、確かにその悔しさはあるはずです、まあ、それを話すにはこの決勝の舞台、まあ、相手は違いますが、ここしかありません。そこへまあやっぱり1回戦からなんですがしっかり厳しいゲームあったんですが勝ってきましたよね。そうですね、ご覧になっていただくと分かりますけれども、全てが強豪と言われるチームばかり倒してきましたので、はいはい、力があるなというのはそれで伺いますね、で今映ったのは森谷監督ですが、久下さん、はい、森谷監督はですね去年全国に出場しました浦和南の野崎監督に一学年の違いですけれども刺激を受けているようです、はい、寮も体育コースもなく、またその中で強くしたりですとか、それからゴールキーパーが取りました、今のキックの精度も高いですし、大森さん、はい、なかなかいいキックでしたが、そうなんですね、はいはい、キーパーの牧野瀬君の身長がややこう低いということで175センチですね、はい、やはりちょっとこう空中戦を望もうかというようなキックだったと思いますね、まあ、しかし牧野さんはしっかりこのボールを取っています、まあ、基本的にこの昌平高校もゴールキーパーは緑川を含めてですがいいですもんね、はい、そうですね、歴代こうあまり高身長のキーパーではないんですが、はい、非常にこう基本的な技術というのはしっかりした選手が多いですね、さあそしてペイさん途中でしたね、はい、強化や人工芝の整備など教えることだけではなくいろんなことをまだまだ頑張らないといけないなと刺激をもらったようです、はい、今日はつまらないミスで失点はしたくないと話していました、うん、まあ、このクラスになると大西さんやっぱちょっとしたミスがね、そうですね、失点ですもんね、はい、さあここは小見がプレスをかけていきます。ただこの決勝の舞台、まあ、全国の舞台を3年連続経験した渡辺さんですが、はい、やっぱり緊張感全然違うし、ただそこまで勝ってきたという自信というのは当然あるわけですよね。そうですね、まあ、自信もあると思いますし、はい、本当、まあ、ここで勝つか負けるかでまた全国に行けるかどうか、はい、3年間の集大成ですので、まあ、先週の気持ちとしてはやっぱり悔いのないように出し切るっていうところに尽きるのかなっていうふうに思います、ね、チャンスだった、狙っていくシュートになりますと環境がやっぱり大森さんいいですよね、はい、そうですね、専用の、はい、人工芝のグラウンドもお持ちですし、はい、それは翔平も言えることですけどね。そうですね、はい、翔平は1979年です。まあ、校内の人工芝グラウンド完成は2011年でした。まあ、ここ数年は東京大学、京都大学、人処理大学、まあ、この辺国公立出ています。このサッカー部の選手の中からも去年はまあ名古屋であったり、あるいは筑波であったり東京大であったり、まあそういった選手が出ています。まあ、共に文武両道という両校。シュート決まりました。鎌田、見事な得点ですね。ですね、はい、68分です、まあ、そうですね、組み立てからボックス内の速い短い縦パス、そこから質の高いクロス、そして2列目から入ってきた鎌田君の狙い澄ましたヘディングシュート、見事な得点ですね、動きはスーッとこう動いているんですが、渡辺さん、はい、この今のシュート見てたらなんか一瞬止まって、はい、決めますよぐらいのなんか時間があったように思ったんですけどね。そうですね、クロスボールもスペースにいいボールでしたし、はい、あとは、まあ、さっきの3点目もそうなんですけれども、やはり2列目から、うん、ボックスの中に入っていくっていう飛び出しは相手にとってすごい掴みづらいので、まあ、そこから生まれた得点すごく良かったなと思います。4対0です。ここからサルがボールをどうだとキーパー牧野さんジャンプをしましたが、その上です。さ
さあここはまたそのロングスローがあります。佐野圭司です。佐野のロングスローから打つまで行きたいんですが、打っていくがっとヒットしません。もう一回あります。シュートーっとキーパーもう一回おっと最終的にはまだあるかな。こぼれてここで大きく蹴り出しましたが、今のシュートも良かったんですが、防いだのは大森さん、コビですよね、はい、そうですね、本当に全員でも必死に守るという、チーム一丸となった、はい、やっぱり守備というのは今年のこの翔平には、昨年までにないといったら失礼なんですが、非常にこう強くそれが特徴的ですよね。これ前線トップのワントップのコビが最後ゴールを出しました。シュートは良かったですけどね。そうですね、はい、先ほどからこのゴール前の惜しいシーンというのがセーブであるんですけれども、やはり最後の最後にこの翔平の粘り強い守りということで、なかなかゴールを割ってもらえませんね。さあここはまだフリーキックのチャンスです。6番の森下蓮、フリーキックコーナーキックはこの森下がまだ持つ、粘る、そして小見が求めている。さあ鎌田がどこに出すか、しっかり今佐野がマークに行っています。佐野がマークに行っています。鎌田かわした、ここはクリアです。まだあります、ボールが浮いています。コビがいる、キーパー行く、こぼれた、コビが狙うか、とクリア。ここは波状攻撃を抜けます。そして大竹からクロスが1本入った。クリアボール、今度は池田がボールを持ちます。さあここはチャンスにしたいんですが、ちょっと芝のファールになりました。6番の芝が行っています。セーブダーとしてはちょっとピンチのような風に見えたんですけども、はい、左サイドバックの佐野君が非常にこう、いい対応でですね、はい、まあ、仲間が戻る時間も与えてくれましたし、はあ、いい守備したと思います ね。いやだからここまでのセーブ台というのは3回戦からなんですが、浦和西に3対0でした。ここは完封で勝ちました。で準々決勝はセーブ分離に、まあ、1点を先行されたんですが、2対1で逆転で勝って、そして、次の準決勝では国際学院に2対1で勝って、そして、まあ、今日の決勝戦ということになりますが、まあ、3試合で失点が2というところで、まあ、得点が7ということですよね、はい。まあ、ただ今日の試合ここまでですね、約20分見た限りでは、まあこの準決までよりは非常にセーブらしい試合展開ができているというふうに思います、はい。その仙台高校の応援です。この、まあ、光っているグリーンですが、まあ、蛍光、まあ、グリーンといいましょうか、目に非常に鮮やかに入っていきます。森谷監督は高校は帝京高校です。ちょうど55回大会から57回まで出ています。まあ、帝京が優勝したのは2年生の時、56回大会でした。まあ、あの時は大森さん、浦和南が強かったですよね、はい、そうですね、はい、残念ながら負けてしまったんですけれども、はい、あの時はだから、まあ、53回から言えば帝京、浦和南、帝京、その後小林が来ていて帝京で、小林が来てブナンとすぐですね、優勝チームはね、これが全国の優勝チームでした。まあ、それと浦和南に関してはやはり森谷監督の一つ上になりますかね、野崎監督がね、本当に優勝3位だった年ですよね。そうですね、はい、現JFA の会長の田島会長先生が、はいはいはい、3年生擁しました、はい、そこからの、まあ、2連覇と、まあ、準優勝、あ、ごめんなさい、3位ということでしたね、だから、まあ、渡辺さんの、まあ、その優勝準優勝も大勲章ですから、はい、何個もやっぱ強かったですもんね。そうですね、はい、古い話とはありますけども、はい、非常に浦和のチームは強い時代っていうのがありましたね、はい、ただその松本行司監督もね、今年9月でしたがね、はい、お亡くなりってちょっと残念だなという、ね、気がしたんですが、そうですね、また一つこう時代が変わるのかなという、はい、そんな印象もあります、はい。まあ、一方の藤島監督、そしてここからクリアボールになります。さあこの試合なんですが、マッチコミッショナーは高田裕二さん、そしてウェルフェアオフィサーは宮崎雅之さんです。さあ今度はボールを持った首藤です。7番の首藤俊が行きました。そしてオーバーラップをして10番の須藤直樹が行きますが、ここはまたボールをカットした仙台高校です。ここは激しい攻防、さあまずこの立ち上がりどっちが主導権を握るか。10番の池田からボールが出ました。左サイド攻めていきます。仙台高校、もちろん攻めのサッカーが仙台の特徴でもあります。13番大野と言いました。ここはクリアです。14番の小川雄介、
そして13番大野田俊横へ出します。ここからもう1回縦に行って、そしてここでシュートを狙っていった。10番の池田和之助、松シュートを放ったのは西武大高校です。さあ大森さん、はい、立ち合いから非常に激しい攻防になっています。そうですね、まだ試合開始早々なんですけれども、今ここまで受けた感じでは西武大の選手はボールの球離れが非常に今日早いというふうに心がけている気がしますね。はい、だからこの3年生がもちろん中心になるこの大会ですが、須藤、小見という2人はこれ大西さん2年生ですからね。はい、そうですね、しかもこのチームの今核となっている選手ですので、はい、小見に至っては7点を取っています。さあここはまたチャンスになった。横へ出した須藤が待っている、そして首藤もいる。須藤が狙っていったシュートになりました。そしてキーパー伊佐山恵西がボールを取りました。180センチ、やはり2年生のキーパーです。非常に状況判断のいいキーパーですが、関東トレセンアンダー17、まあ、ただ高校サッカーといえば渡辺さん、はい、やっぱり語らなきゃいけないですよね。国見高校で1年生で優勝、はい、2年生で優勝で3年生で準優勝ですか、はい、すごいことですよね。後で思ったんですけれども、まあ、すごいことを成し遂げたんだなというふうには感じますが、はい、まあ、ただ3年生の時には優勝できずに準優勝で終わった悔しさもありますし、すごくそこまでいけたのは自分たちではだけではなくて、まあ、たくさんの仲間だったり応援してくれる方々のサポートがあってからこそだなっていうふうにすごくやっぱり感じますね。西武大ですが、ご覧のようにキーパーは伊佐山入ります。そしてディフェンダー右から森下、原田、関内、佐野、佐野キャプテンです。そして中盤には、まあ、村田、池田、今田というこの他のつく3人なんですが、まあ、やはり中心は10番の池田、ここからボールが出ますが、このボランチの村田、今田も非常に守備をします。そして大野田、右左の寺川で、ワントップに西岡が置いています。機械には高橋、村田光平、大川、岡本、蓮沼、栗田、岩田が今日もスタメンではなくこの機械からのスタートになります。酒井、市川、そういった選手が入りますが、その他には丸山、そして本田という選手が入っています。細田ですね、細田が入っています。まあ、保全、そして庄司、深谷も、まあ、今回はこの翔平に敗れていますが、まあ、長い歴史、98回という歴史の中で大森さん、はい、確実にそういった、まあ、戦力図といいましょうか、変わってきてますよね。そうですね、この大会初めてベスト8に公立高校が残らなかったというのも、はいはい、初めてです。はい、今まで公立高校が私学が台頭する中頑張っておったんですけれども、そういったことも今回起こってしまいました。で必ず浦和勢が入っていたんですが、これも20年ぶりでした。はいはい、そうですね、そのあたりで、はい、まあ、公立高校ですね、ぜひ巻き返したいなというふうには公立の先生方は思ってらっしゃると思いますので、頑張っていただきたいというふうに思います。ね、はい、でもそういったふうに刺激をし合いながらやっぱりレベルを上げていくわけでしょうからね。そうですね、昨年の浦和南公立でありながら代表になってくれたというのは、はい、公立に携わるものとしては非常に励みになりましたし、今回そういう大会になってしまいましたけれども、また来年以降頑張っていただきたいというふうに思います。本当ですよね、はい、公益財団法人埼玉県サッカー協会林昭夫副会長より授与いたします。代表3名は前にお進みください。182名います、この部員数です。そして今日は OB の先輩たちも詰めかけました。応援をしました。そういった力もやはり大きな力になりました。まあ、これまでもずっと3年間連続で J リーガーを輩出していました。頂上令和元年度第98回そういったチームから J リーガーが出てくるというのも大森さん、翔平のみならず、はい、この埼玉県の高校というのもやっぱり J リーガー輩出が楽しみなんですよね。そうですね、今 J クラブでの下部組織の J ユースから、はい、トップに上がるというのが、まあ、構図になっておりますけれども、はい、公立高校からまた滋賀高校から十分に J リーガーになるチームたくさんありますので、はいはい、そういった別のルートでありますけれども、たくさん目指してもらいたいなというふうに思いますね。はい、まあ、そしてとにかく、まあ、埼玉の力はもちろんあるんです。そしてどこの県に、まあ、話を聞いても埼玉のレベル高いですねと言われるんですが、ただ全国では本当に優勝はもう38年遠ざかっています。なんとかという気持ちがあります。2年ぶり3回目、年ぶり3回目なんですが、考えたら藤島監督は青森山田の中学校高校で監督コーチをされました。青森山田が大森さん、はい、23年連続なんですね。そうですね、
まあはい、それを崩すのがなかなか難しいという図式はありますけども、昨日の結果を見ますと、はい、青森山田も県大会 PK 戦ということでしたの で、ね、少しこうなんか狭近くなったのかなというのはちょっと私どもその結果のみですが、受け取れました。点がなかったんですよね、はい、で PK でしたもんね、はい、でも23年というのは生まれた、そうですね、なかなか